こんにちは、ロクメガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。今回はロックマン X2、ソウルイレイザーのレビューを行う。この間まで配信やってたやつだね。今後は配信でプレイした作品のレビュー動画を作る方向へシフトしようと思う。ロックマン関係の動画は今後少なくなるのかしら？減るというよりあることが少しずつ広がっていく感じだな。ロックマン関連の動画を作り続けること自体は変わらないが、レビューという形でいろんなゲームのことを話題に上げてはいきたいと思う。っていうかサイバーミッションはやらんのか？ちょっといろいろ理由があって、サイバーミッションは後回しにすることになりそうだ。すぐに動画制作の環境が整っているソウルイレイザーを先にやることにする。ふむふむ。また、配信でもゲーム実況以外のこともこれから始めるつもりでいるので、気が向いたらお付き合いいただけると嬉しく思います。というわけで早速始めていくとしよう。ではまず本作の特徴、評価点から述べよう。ロックマン X2、ソウルイレイザーは、2001年に発売された、ゲームボーイカラーロックマン X 第2弾。第1弾はサイバーミッションだったわね。そう。本作はロックマン X5 と X6 の間に発売され、さらに翌年にロックマン0が発売されたので、ゲームボーイカラーまでの携帯ゲーム機では最後のロックマンと言える。サイバーミッションもだけど、よくボタン数の少ないゲームボーイカラーでロックマン X やろうと思ったよね。そこは割とマジで思うところだな。ゲームボーイカラーまでは LR すらなかったから、本当によく作ったなと思ったよ。そんな状態でロックマン X のアクションができるのかしら？サイバーミッションもそうだが、そのあたりはうまいこと工夫の限りを尽くして作られていたと言える。これから順次解説していこう。まず操作性について、冒頭でも言った通り本作はボタン数の少ないゲームボーイカラーの作品なわけだが、前作以上に自由にハイスピードアクションが楽しめるようシステム面が大きく改善されている。前作は壁蹴りが強制的にダッシュ壁蹴りになるんだったよね。うむ、サイバーミッションは移植に近いステージ構成の関係上、それでも問題のないパターンが多かったが、壁から飛んでじっくり動きを確認するということができなかった。使いたくない場面でダッシュ壁蹴りになってしまうというのはそれなりに弊害もあり、アクションの自由度が狭まってもいた。本作ではジャンプ中再びジャンプボタンを押すことでエアダッシュ。X ならさらに十字キー上を押しながらジャンプボタンでバリアブルエアダッシュが使える。バリアブルエアダッシュって、上ダッシュのことかしら？うむ。このため X は疑似的な二段ジャンプとエアダッシュの使い分けが可能になり、前作以上にアクションの幅が増したと言える。ダッシュ壁蹴りはあくまで壁がないとできないもんね。結構サイバーミッションのアクションはきついものがあったのね。エアダッシュがあれば簡単に回避できた攻撃の数々も、サイバーミッションでは回避不能に感じたプレイヤーも多かったと思う。続編になってきちんとアクションゲームとして進化を果たしたところは素晴らしいと言えるかもしれない。続いて本作のプレイアブルである、X と0について、プレイアブルキャラは X4 以降同様、X と0から選べ、それぞれでボスキャラが違い、2人のシナリオをクリアすると、真のラスボスが待ち受けるモードが出現する。なので本作は3周することで完全攻略が可能になるという作品となっている。さすがに3周前提だとだれるところもあるんじゃないか？そこは人によると思うが、1周目、2周目、3周目、どの周回でも個別に特徴が存在しているので、完全攻略に向かっていく楽しさ自体はあると言える。X 編と0編で1周ずつはわかるけど、3周目は何が変わるのかしら？まず X 編と0編は戦うボスが一部を除いてほとんど違う。X 編と0編でボス別なのか？そう。3周目はこの4ボスが両方選択可能になり、恒例の8ボスとなる。さらに操作キャラ2人を好きなタイミングで変更することができる。これはロックマン X7、X8 にも引き継がれたシステムだが、その先駆けとも言えるシステムかもしれない。3周目は X 編と0編で分かれていた要素が全て一つになり、倒したキャラによって得られる特殊武器、ラーニング技も変化する。特殊武器、ラーニング技はボスを倒した方のみ得られるため、それら全てを同時に手にすることはできない。3周目専用の特殊武器やラーニング技が存在することになるため、こういったものを見つけ、確かめていく楽しさもあると言える。普通にクリアするだけなら3周すればいいだけだが、
いろいろ調べ尽くそうとすると意外と時間がかかるゲームになっているので、ゲームボーイカラー作品のアクションゲームとして見た場合、かなりボリュームのある作品と言える。割とガチで作られているんだね。今作の8ボスは X3 から4体、X1、X2 からそれぞれ2体ずつの計8体。ワールドシリーズみたいに複数の作品から出展されているのね。っていうことは特殊武器もそれぞれの作品から来ていることになるのか？特殊武器に関しては原作と同じものもあれば、全く違うものに変更されているものもある。使用の分かりにくかったホーネックのトラスティックボムが、8型のミサイルを飛ばすボムビーになっていたり、ワイヤーヘチマールが終盤で使う雷撃攻撃がゼロのラーニング技、ライトニングになっていたりする。また立派な鍵爪を持っていながら特殊武器として使うことのできなかったタイガードの鍵爪も、レイクローという全く違ったものになっていたな。ユーザーが想像しやすい特殊武器がそのまま形になったものもある感じだね。ゼロの技って基本漢字の技じゃないの？この作品だと全部カタカナの技になっているな。おそらく文字数制限のためだろうと思われる。またゼロの技は X2 でボスとして登場した時の技や、漫画版からイメージを取られたのではないかと思われるものもあって、当時多くのプレイヤーがゼロに抱いていた印象を、そのまま落とし込んだのではないかと思われる技もある。総合的に考えるとこの特殊武器やラーニング技に関しては、様々な要素を折衷して混ぜ合わせた形になっていると言える。スタッフもなかなか苦心して作ったんでしょうね。残念ながら特殊武器とラーニング技を一つのデータで揃えることはできないが、本作の場合入手の条件がかなりわかりやすいので、それぞれ専用に別データで取っておくという選択肢は十分にありと言えるかもしれん。利便性だけ考えれば後のシリーズのように、全員分きちんと回収できた方がいいが、これはこれでその後の戦略性に関わってくる仕様と言えるので、ゲーム的には意味のある仕様と言える。不便なところもまたゲーム性に消化できるっていうのはいいことだよね。続いて他のオリジナル要素にも目を向けてみよう。前作サイバーミッションは、ステージやボスの内容がほとんど原作から変化がなく、オリジナリティに若干乏しいと言えた。そういった声を払拭するべく制作されたのか。本作はステージの大幅な変化、新たなボスの登場、過去作プレイヤーへのファンサービス要素が多い。具体的にどういうところが変わっているのかしら？原作とほぼ変化がないところもあるが、ホーネックステージは名称不明なメカミロイドを足場にして乗り継いでいくステージだったり、ナマズロスステージは X3 のアシッドシーフォースステージを折衷しつつ、本作オリジナルのギミックを導入して真新しさを出していたりと、原作プレイヤーでも新鮮さを感じ取ることができるように作られている。同時に原作にもあったギミックや構成を組み込むことで、それが原作プレイヤーへのファンサービス要素として機能している。いい塩梅にオリジナルと原作要素がミックスされているのね。他にも本作で初めてオペレーターとして働き出すことになったという設定で、アイリスが登場しているのもファンサービス要素としては素晴らしいかもしれない。オリジナルボスはいるのか？本作のオリジナルボスは、オープニングのスカルヘッド、終盤ステージのイーサー&ソエル、本作オリキャラ兼ラスボスを務めるベルカナとガレス、3周目専用ラスボスであるシグマビーストが挙げられるな。結構オリボス多いね。サイバーミッションはシャドウハンター2人しかいなかったからなぁ。ベルカナとガレスはどっちもキャラが立っていて、会話も豊富だからある程度キャラ性をつかむことができるし、どっちも他の作品には存在しない戦い方を仕掛けてくるので、非常に面白いと感じたな。特にベルカナはおそらく X シリーズ唯一の女性ラスボスであることや、非常にトリッキーな戦術を仕掛けてくるので、なかなか楽しめるボスとなっている。どんな戦い方を仕掛けてくるんだ？ベルカナは接触すると地形そのものを変更する2種類の弾を撃ってくる。対処法が分かればどうということはないが、初見だと割とパニクる可能性があるな。パニクるって久しぶりに聞いたわ。俺も久しぶりに発言したな。ガレスはベルカナほどオリジナリティやトリッキーさがあるわけではないが、リーチの短いゼロ専用ボスのため、なかなか苦戦させてくれるボスと言えるな。残るエイサー&ソエル、シグマビーストは X とゼロが両方揃っている状態で戦うのだが、どちらもかなりの強敵として制作されていて、強烈な歯応えを持つ。個人的にイーサー&ソエルは X6 のナイトメアマザーと肩を並べる強さを持っていると言えるかもしれない。そんなに強いのかそのボス。徹底的に逃げ場を封じて回避困難なスリーウェイを仕掛けてくるので、はっきり言ってかなり理不尽なボスって感じだな。この時は X とゼロ両方使える状態でのプレイなので、そのことを見越してかなり強く設定されているのかもしれない。イーサー&ソエルが強いのは分かったけど、ナイトメアマザーはどんなボスなのかしら？ロックマン X6 をプレイした人なら口を揃えてシリーズ最強だと口にするボスだな。イーサー&ソエルも別の方向から強烈なボスなので、どっちが強いのかはこう落ち着けがたく感じている。ナイトメアマザーに関してはまた別の機会に話そうと思っているよ。
ちなみにラスボスのシグマビーストも、同じく X とゼロの両方が揃った状態で戦うためか、長期戦覚悟の非常に強いボスであり、こちらもシリーズ最強クラスの強さを持つ。俺は視聴者さんからのヒントがあったので、倒し方の手順を早めに知ることができたが、事前情報なしでは間違いなく苦戦させられるボスであることは間違いない。X とゼロが使える時に戦えるボスと、そうでないボスで強さがしっかり分けられている感じなのね。そういうことだな。こちらの状況とボスの強さにメリハリがあるという言い方ができるかもしれん。そういう意味ではやや極端な難易度曲線ではあるが、いいバランスのゲームだと言える。続いて問題点。まずは X 流へのゲームバランス。それは X4 の頃からじゃないか。接近戦メインのゼロじゃ攻撃にリスクが伴うものね。いや、X4 の頃はそれを考慮に入れたバランス調整がしっかり施されていた。しかし本作は X のバスターが恐ろしく強いことに加え、X3 出身の突進を多用するボスの存在や、ゼロの通常攻撃のリーチがシリーズ最低クラスに短いことが相まって、圧倒的と言ってもいいほど X が強い。そんなにバスター強いのか？このゲームは後に X8 で採用される強化パーツの購入制が採用されているのだが、この中にバスターの攻撃力を上げるパーツ2種、バスターのスピードを上げるパーツ1種、さらにチャージショットオムチャージで撃つことができるアルティメットバスターがある。アルティメットバスターはゲームバランスのため、X5 や X6 では連発できないようになっているのだが、本作では通常ショットと同じ感覚で撃つことができる。今言ったバスター関連の装備を全部装備すると、ロックマン&フォルテのフォルテと同じような感覚で、強化チャージショットを連発することができる。マシンガンチャージショットってか。ボスに無敵時間が設定されてなかったら恐ろしいバランス崩壊を招いていたな。それでも強いが。ちなみにその時の強化チャージショットの攻撃力ってどれくらいあるんだ？ボス戦で確認した限り6メモリは減っていたように思う。マジで恐ろしい火力してんな。その数字そんなに強いの？ボスに設定された弱点武器より火力が高い。弱点いらずな感じね。しかもフルアーマー状態になってしまえば装備できるパーツ数が減るため、逆に弱体化してしまうという事態が起こる。アームパーツの強化はパーツより弱いのか？アームパーツは本作独自のワイドショットと、ダブルチャージが使える。それ自体は確かに強いのだが、バスターパーツによる強化が強すぎるので、アームパーツを取らない方がダメージ効率が良かったりする。カスタムパーツによるバランス調整はまだまだ甘かったか。それでもラスボスのシグマビーストはかなり強いから、ある意味ではバランスが取れているかもしれないけどな。あと本作ではゼロでもライト博士によるパーツ強化の要素があるのだが、ヘッドとフットは使い道がほぼなく、メニュー画面で表示されるパーツグラフィックは X のものを有用している。それくらいはなんとかしてほしかったかもね。他にも BGM。このチャンネルのレビューで BGM に触れるのは珍しいね。そういえばあんまり触れることがないわね。このシリーズで曲の評価が高いのはいつものことだから、個別に語らなくてもいいかと思ってな。ただ本作の場合は問題がある。特にエレキテルナマズロスステージの BGM は A メロをぶつ切りで繰り返しているアレンジになっており、聞き苦しいとまでは言わないが、盛り上がるところで盛り上がらない微妙な曲になってしまっている。まあ、こんな感じだな。これはひどいわ。やっぱ容量問題かな。おそらくそうなのだろう。ゲームボーイカラーではやはり容量に限界があったか。アドバンスになってから作られていたら、こういう問題も起きなかったかもしれないな。あとランチャーオクトパルドとバーミンナウマンダーステージの BGM が逆になっている。それかなり致命的なんじゃ。このことに関しては時間がなくて修正できなかったことが、後の開発者インタビューで語られている。公式自ら認めるほどだったか。他にも多種多様なバグが存在する。配信中に遭遇したのか？俺が配信中に遭遇したバグはほぼなかった。配信後にいくつか確認した限りでは、バーチャルコンソールにバグごと移植されているようなので、これからプレイする人は調べた上で注意しながらプレイした方がいいかもしれない。デバッカー少なかったんかな？デバッカーは一人だけだそうだ。なかなか過酷な開発環境だったみたいね。というわけで今回もいろいろ語ってきたが、ロックマン X2、ソウルイレイザーは、ゲームボーイカラー専用のロックマン X として高い完成度のゲームであると言える。操作キャラクター間のバランスやバグ、一部の不具合など、大きな問題点もある。それらを気にせず遊ぶこともできるが、一方 C 作品だったというところかもしれない。もう少し制作に時間があればデバッグや不具合もなくせたかもしれないわね。ゲームボーイアドバンス発売時期も近かったから、出る時期も微妙に悪かったかもだね。デバッカー一人はさすがに無理があったのかもしれないなぁ。だが最後まで遊んだ感想を素直に口にすると、ボリュームはあるし、アクションゲームとして面白い作品だった。
今から遊ぶなら Nintendo 3DS のバーチャルコンソールが一番手軽に遊べるから、興味がある人はぜひ遊んでほしいと思うよ。 3DS のバーチャルコンソールはまだ生きているのね。配信中に買いましたっていうコメントがあったので、まだ生きていることは間違いないな。いつ終わってしまうのかは本当にわからないので、プレイされるならお早めに。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。